こんにちは。日本一優しい本格パン作りのミカです。今日も見ていただきありがとうございます。2020年3月末に日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたレシピの中から少しずつ皆さんにご紹介していきますね。今日はバターフランスを作っていきます。バケットのクープの部分にバターを乗せて焼いていくパンになるんですけれども、バケットってね、難しいイメージありませんか？でもね、今回のパンは初心者の方でも簡単に作れる成形にしてますので、安心して一緒に作っていきましょう。では始めていきます。材料説明していきます。純強力粉、フランスパン専用粉とも言います。私はリスドールを使ってますが、 200g、 インスタントドライイースト 1g、 塩 3.6g をボウルに入れて、スケッパーの丸い方を使ってね、よく混ぜ合わせてください。混ざりましたらお水 135g 入れていきます。ここ手早く混ぜていきます。ゆっくり混ぜてるとダマになっちゃいますのでね、ここは手早く混ぜていきましょう。粉気がなくなるまで混ぜていきます。水分がなくなったけれども粉気がまだ残ってる時には、スケッパーでね、生地を切るようにして混ぜてあげるとお粉入りますのでね、しっかり切っていきましょう。粉気がなくなりましたら生地をテーブルに出していきます。ボウルに残ったね、生地もしっかり取ってあげてください。取りましたら手のひらを使って大きく押して戻す、押して戻すしていきます。ここはね、大きく動かしてくださいね。材料を混ぜ込むという作業をしています。だいたい混ざったかなって思いましたら叩いていきますね。両手で生地を持って叩き落として2つ折りをする、90度横を持って叩くっていうのを繰り返していきます。これね、叩き落とした時にね、ちょっとだけね、自分の方に生地を引っ張ってあげるといいですね。しっかり叩いてください。強いグルテンを作っていきますよ。グルテンができてくると生地がね、だんだん伸びなくなってきます。さっきより伸びなくなってきているの分かりますか？でね、表面がつるっとしてきたらグルテンがしっかりできてるかチェックをしていきます。はい、生地をね、ゆっくり引っ張ってください。ちょっとね、振りながら引っ張るといいですね。でこの時にすぐ切れなければこね上がりです。すぐ切れちゃうようだともう少しこねていきましょう。こね上がったらすぐ分割していきますよ。1個 110g 3分割です。なるべく四角になるようにカットしてください。 5g 以上差があった場合は生地をカットして移動してくださいね。成形が終わりましたら生地を俵型にしていきます。この時にね、綺麗な俵型にするようにしてください。あまりきつく締めないようにしていきましょう。3個とも同じ形にしていきます。で3個割りましたら上にふんわりラップをかけて室温で30分置いておきます。30分経ちました。成形の前にキャンバス地を用意していきましょう。手前側を2つ折りにして、私のキャンバス地は硬いのでピンで留めておきます。では成形していきますね。テーブルに打ち粉します。打ち粉は純強力粉使っています。生地の両面に打ち粉をつけてあげたら、手のひらを使ってガスを抜いていきましょう。しっかり抜いてくださいね。抜きましたら手前からくるくる巻いていきます。巻き終わりをしっかり閉じていきましょう。閉じたら両手で転がしていきます。はい、だいたい24センチぐらいですね。そしたらキャンバス紙に乗せていきます。簡単でしょう。これならね、初心者の方でもできそうですよね。てかできますのでね、安心して作っていきましょう。同じように残りの2本も成形していきます。すごい簡単ですよね。そうそう、私の趣味の話、またですね、しつこいんですけども、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているんだろうか。あとね、さらに見てるんですけどね、もう見るたびにね、涙が出る箇所がね、増えていくんですよ。もう本当に感動しちゃって感動しちゃって。だからやっぱりね、人が成長していく姿っていいですよね。あとね、信じてる人を疑わない、もうね、あの純粋な気持ちがね、たまらなくね、見習いたいなとかって思うんですよね。いつまでもね、ああいう純粋な気持ちって持っていたいです。ぜひね、まだ見てない人見てくださいね。ちょっとね、長いですけどね、まだまだ続くようです。はい、じゃあ最後の1本していきますね。カメラの向き変えてみてもらいます。しっかりガスを抜きましょう。ここではしつこいぐらいですねはい、じゃあ手前から巻いていきますよ。巻き終わりをしっかり閉じます。で、慣れてる人はこうやってね、本格的なバケットを閉じるときみたいに閉じてもらってもいいですが、慣れない人は今みたいにね、つまんでいきましょう。巻き終わりと一つ手前の生地をつまんでいきます。
で24センチになるまでしっかり転がしてあげたら、一度閉じ目を真上にね、まっすぐにしてからキャンバス地に移していきます。生地同士がくっつかないように山を作って、その間に乗せていきます。で最後もね、生地になるべく近いところにキャンバス地をつけてください。でこの状態で35度で30分発酵させていきます。で発酵させている間にオーブンに余熱を入れましょう。オーブンに天板を入れて最高温度で温めておいてください。はい、30分経ちましたので焼いていきます。大きくなったの分かりますか？一回り大きくなってますね。じゃあね、ピンを外して生地をクッキングシートに移していきます。生地取り板に生地を乗せてオーブンシートに移していきますね。2本はガスオーブンで焼いて、1本はトースターで焼いていきます。はい、真ん中に1本クープをスーッと入れてください。そこにマッチ棒のサイズにカットしたバターを3本入れていきます。でこれね、私も無塩のバターしかないので無塩バター入れちゃうんですけども、有塩バター使ってもらう方が美味しいです。ここね、ちょっとね、お塩の味がね効いてる方が美味しいので、有塩バターをお持ちの方はそちらを使ってもらうといいですね。はい、じゃあ焼いていきます。天板はしっかり温めてあります。そこに生地を移動させます。スライドさせるように乗せていきますね。でスチームを入れて焼いていきます。240度で5分焼いた後に220度に温度を下げて8分焼いていきましょう。じゃあね、もう一個の方焼いていきますね。トースターの方です。同じように生地を移したら1本クープを入れてバターを乗せていきましょう。あ、そうそう、クープはね、両サイド1センチぐらいはね切らないで残しておいてくださいね。端から端まで本当に切っちゃうとバター流れ出ちゃいますのでね。はい、じゃあ焼いていきます。アイリス大山さんのコンベクションオーブントースターで焼いていきます。これね、温度調整ができるものです。最高温度でこちらは19分から20分焼いていきます。でスチームないので霧吹きいっぱいかけてあげてください。はい、焼いていきます。はい、ガスオーブン焼けましたので出していくんですけども、実はですね、ちょっと私さっき出てきましたダンジョンに出会いを求めるのは間違ってるのだろうかを夢中で見てたらですね、240度から220度に温度を下げるの忘れちゃいまして焦げちゃいましたね。で続けて、こちらです。トースターの方も焼けました。トースターはね、やっぱりちょっと色のつきが悪いですね。はい、出来上がりがこんな感じです。ちょっと色が黒くてね、もうちょっとだけ、私ね、色が濃いめのパンの方が好きなのでいいんですけど、ちょっとこれ焼きすぎですね。やっぱりもう少し薄めの方がかっこよく焼き上がったと思います。はい、一応こちらのね、トースターで焼いたのと比べてみます。かなり色違いますね。でどんな感じか見てみましょう。ちょっと食べてみますね。外側がパリッパリでね、中がね、もちもちして美味しいです。こんな弾力もすごい出てますよね。やっぱりね、これ有塩バターの方が美味しいですね。無塩バターだとちょっと物足りないような気がします。いかがでしたか？これなら初心者の方でも作れるような気がしませんか？クープもね、カパッと開いてかっこいいですよね。ぜひ作ってみてくださいね。で、オーブンの使い方とかね、詳しいことは日本一優しい本格パン作りの教科書に詳しく書いてあります。ぜひこちらも合わせて使ってみてくださいね。動画をね、見ながら作ってくれたパンをインスタに上げてくれてる人が多くなってきたんですけど、ちょっとね、探しきれなくって、アットマークオランジュリーブレイブって書いてもらえるとご挨拶に行けますのでね、ぜひね、そのように書いていただけるとありがたいです。皆さんがしてくれる投稿がとってもね、励みになってて嬉しく思っています。ありがとうございます。あとですね、もうちょっとしっかり学びたいっていう人向けにオンライン講座を用意しています。今までは自家製酵母だけだったんですけども、イーストのオンライン講座も始めますので楽しみにしてください。ここからはね、予告です。今までインスタのライブ動画を使って無料のレッスンをしてきました。でこれからは YouTube ライブを使ってレッスンしていこうと思いますので、ぜひ皆さん参加してくださいね。
かなり詳しく説明をしてますのでね、参加しないと損ですよ。皆さんの参加お待ちしています。ではまた。